目が覚めたのね。美月ちゃんたちには列車に残って辺りを見張ってもらってるの。そろそろ私が待っている人が来る時間のはずよ。私が離れてまだ数ヶ月でしょ。え、どうしたら宇宙ステーションがこうなるかしら。戻ったのね、ヘルタ。この人こそ宇宙ステーションの真の主人、天才クラブ会員番号83番のヘルタよ。なんで天才クラブのことを言うの？紹介するならちゃんとして。私の非凡な偉業の数々はどれも83より聞こえがいいでしょ。やっと反応してくれた？そう、あなたがめちゃくちゃにした場所は私の私有財産なの。今の性格はこのお子ちゃまってわけ？じゃあしっかり観察しないとね。まさに神業ね。私が宇宙ステーションを作ったのはこの覚醒していない性格を拘束してブルーを災いから守るためだったのに。どこの誰か知らないけど、まさかこんなお子ちゃまの体で拘束を成功させ。それに性格は彼の体内で。そうね、このお子ちゃまの体質。そう、わかったけど、あなたのことはお子ちゃまって呼ぶね。私の脳は貴重だから。あら、なら私の名前を覚えてくれていることに感謝しなくちゃね。それは違うでしょ。あなたと私はビジネス上の関係で。なんて名前だったっけ。まあいいや、話を戻すけど、この性格を体内に収めることができるお子ちゃま、彼を研究してもいい？それは私が決めることじゃないわ。彼に直接聞いてちょうだい。研究ね。あなたの体内にある性格は爆弾と大して変わらない。どんな危険性があるかは誰にもわからないの。天才が喜んで助けてくれるんだから感謝すべきでしょ。要するに今はまだあなたに興味があるってこと。でも熱意がなくなったら、今は興味があるから何でもやろうと思える。体内に性格があるなんて面白い。分かったかしら。つまりヘルタはあんたに宇宙ステーションに残ってほしいみたいよ。いや、厳密に言うとしばらくの間だけかな。研究が終わった時、あるいは途中で興味がなくなった。その後は？その後？それ私に関係ある？はあ、あんたにはもう一つ選択肢がある。今ホームに請求列車が止まっていることは知ってるでしょ。列車と性格には深い関わりがあってね。あんたの悩みは私たちが探している答えなの。それにいつでもここに戻ってきてヘルタに研究させることもできる。彼女は今興味津々よ。悪くないね。それなら多少は新鮮さを保てる。それにお子ちゃまが必要ないときは私が後のことを考える必要もない。私は列車に乗った方がいいと思うよ。ここに残ってくれてもいいけど、あなたあんまり役に立たないでしょ。列車に乗るなら
定期的に戻ってきてね。事前にアスターかアーランを。そう焦らないで、ヘルタ。アスターは主制御部分にいる。私はホームで待ってるわ。まだやりたいことがあるだろうし、決まったら私を探しに来てちょうだい。ああ、やっとき、最初から動いてないからよ。あなたが見ているこの体は、宇宙ステーションに無駄話は終わり。私と数人の同僚とで、大きなプロジェクトに取り組んでいるの。成功すれば、数千個、アイオン。考えてみて。あまりにも不思議な存在でしょ？中には、私やあなたのように普通の人類だったアイオンもいるわよ。アイオンはどうして？どうやって生まれたか。何のため。いいね。科学の基礎は知識を求めることだし。そして今、天才クラブのメンバー4人で協力してプログラムを書き上げたの。オフィスにある大きなマシンは見た？マシンの中には宇宙がある。それはまる、私はそれをメタバースと呼んでるの。ダメ？協力者もそう言っていたし、私は結構気に入ってるんだけど。早速体験しに行こう。私は模擬宇宙の中であなたのガイドをする。何かを。
今さら後悔しても遅い。同天元剣勝負一角ファン、うちのとっておきを食らえ。逃がさない。後悔しても遅い。やっ、ルールは破るためにある。同点元気勝負一角はっ、勝負一角はっ。逃がさない。うちのとっておきを食らえ。殴ったね。ルールは破るためにある。逃がさない。
前者来たらずか。これで万全だ。下手に動くな。殴ったね。見たら痒くもない。逃がさない。動天元気、勝負一角。うん、竜、うちのとっておきを食らえ。ルールは破るためにある。